マイラッキーチャーム。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。今日も楽しくマイラッキーチャームお届けしたいと思います。もうあっという間に8月最後の放送になりました。本当ですね。8月の25日夏の終わりというのはなんとなく物悲しいというか、そうですね、なんかこう寂しい秋が待ってるようなね。秋好きですか？どうかな、いつ好きなんだろう。まあ、秋はいいですね。いいですか？はい、夏よりは寂しい感じしませんか？寂しい感じしますね。寂しがり屋ですか？寂しがり屋ですからね。なんかこう秋の海をね、なんかこう寂しそうに一人で見てるみたいなね。でクラゲに刺されちゃうみたいな、そんな感じかもしれないですけどもまあ、学生時代はね、宿題が終わってないとか慌てる時期ですよね。そうですね、はい、で夏の日の恋はだいたいそろそろもう終わるかなというような時期かもしれませんけどもね、どうなんでしょうね。ひと夏の恋ですか？ひと夏の恋、ひとみちゃん経験ありますか？ひと夏の恋。ないですね。ないんですか？はい。ありますか？自分はね、まだ恋をしたことがないんですよね。わからないんですけどね、今年の夏も出会いがなくて残念でしたけど、まあ来年はね、またそういう合コンとか行ってみたいなと思いますけど、コロナが収束したらね。合コンですか？合コン。そうですか。合コンとかっていうのはね、自分が子供の時はなかったですよ。ありました？ひとみちゃんは。ありました。ありましたか。さすが現代っ子です。合コンしたことはあるんですか？ないです、ないです。本当ですか？はい、合コンってはないですよね。はい、ありそうですね。いや、ね、一度でいいからしてみたかった合コンでございますけどもね。そんな思いを馳せて今日もね、楽しくお届けしましょう。はい、そうですね。はい、じゃあお便り、メールですね。はい、届いておりますので、じゃあひとみちゃんご紹介ください。はい、ラジオネームバレンティンさん。バレンティンさん、何人かな、何人かな、はい、いつも楽しく番組、あ、でも日本語で書いてあるね。そうですね、はい、いつも楽しく番組を聞いてますよ。南雲さんとひとみちゃんのトーク、とっても楽しいんです。えなかひとみと語ろうは毎回内容も違うので楽しみにしております。これからも番組頑張ってくださいね、っていうことです。えなかひとみと語ろう、人気ありますね。バレンティンさん、ありがとうございます。毎回違わないとね、いつも同じことやってるとねいけませんのでね、今日もまたね、番組の後半に素晴らしいテーマで語ってくれますけれどもねこのバレンティンさんは多分つば九郎が好きなんでしょうね。つば九郎、かなりマニアックな、ツバメが好き。うん、多分。あ、多分そんな気がするわけですね。そうです。鳥が好きなんじゃないかと思います。名探偵瞳はそういうところまで感じながらメールを読んでるんですよ。そうなんです。なんか鳥、どういう文章の なんですか単語とかにこの人は鳥好きっていうのを感じるんですか？そうですね。やっぱりね、バレンティンというとヤクルト、スワローズですもんね。ああ、昔はね。昔はね、昔は。なので今は、ソフトバンク。ソフトバンクに。あ、そうか、ヤクルトも
ツバメだし、うん、ソフトバンクも鷹だから、うん、もしかしたら鳥にちなんだ人だと。そう、うん、鳥好きなんじゃないかなと思って。あー、鳥好きね。ひとみちゃん、ちなみに鳥ではどんな鳥好きですか？インコ。インコが好き。何が好きですか？自分はウですね。ウ？ウ。ウって何でしょう？ウって知らないですか？あの長良川とかに行って、そう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 、あの鮎を捕まえてくれるじゃないですか。鵜飼いのね。ねえ、俺らやっぱこう鮎食べたいなと思う時にこう川に釣りに行っても釣れないじゃないですか。なかなかね、鵜を持ってればこう取ってきてって言えばこう鵜がああっ て取ってきてくれるんですよね。まあここでね、あんまりバラしちゃいけないんですけど、ひとみちゃんはね、鵜飼いを知らなかったんですよね。岐阜県名物。いや、ひとみちゃん知ってる？うかいって言ったら、ああ、工事中でぐるっと回るやつでしょって言ってましたからね。それ、うかい違いですよね。面白いですよね。勉強になりました。勉強になりました。うかいって。バラしましたね。あ、バラしました。ペリカンみたいな鳥なんですかね、あれね。あれ、かわいそうですよね。せっかく捕まえて食べられるかなと思っても、喉のところになんかこう、ぎゅっとこう、紐で縛られてて、飲み込めないんですよね。酷ですよね。酷ですよね。かわいそう。なんかね、あの世の中のウという存在にもね、なんか慰労したいなっていう気分になりますね。そうですよね、はい。まあ、夏の風物詩でもありますけどもね、はい。まあ、夏というと、まあ、いろんなイベントがあったりとかしますけども、はい、まあ、夏メロを聞くようなイベントとかもありますよね、うんうん。なんか夏に多くないですか、そういう。あ、多いかもしれないですね、テレビ番組とかでもね。夏メロでは何が好きですか？夏メロ、青春の坂道。あ、岡田奈々さんが好きだったんですね。岡田奈々が好きって言うとみんな、あ、AKB ですかって言われちゃうんですけど、そう思うんですかね、今の方は。思うと思いますね。そうですか、うんうんうん。ひとみちゃんは夏メロとか興味あります？あ、大好きですよ、うん、昭和歌謡。よくね、父が歌ってたのは、はい、伊藤咲子さんのひまわり娘とかよく聞いてました。お父さんが歌うんですね、聞かせてくれるんです。堀越高校出身で林浩子さんの1学年上だったけど卒業は一緒だったという伊藤咲子さん、なんか好きだったのかな、はい、もしかしてね。あの家にじゃあポスターとか貼ってあった気がします。あのひとみちゃんのお庭にあった蔵にも伊藤咲子グッズとかはない。なかったですか？な、食器ばっかり。食器ばっかりで、チャームシの食器ばっかりで伊藤咲子のレコードとかは蔵にはなかったんですか？なかったですね、お父さんの部屋にありましたね。お父さんの部屋にこっそりお母さんに内緒で、はい、お母さんは西城秀樹さんだった気がします。あ、お母さん西城秀樹が好きで。好きだったですね、じゃあお父さんは西城秀樹に似てます？似てないですね。似てない、はい。名前は秀樹ではないんですね。秀樹ではない、秀樹ではないんです、はい。お母さんも咲子ではない。千恵子です。千恵子さん、はい。あ、お母さんと伊藤咲子さんはなんか感じ似てます？全然違いますね。あ、じゃあ全然違う人とじゃあご結婚されたんですね。そうですね。なるほどね。まあそういうもんですよ、人生っていうのは ね。伊藤咲子、じゃあ、お母様は誰がお好きだったですか？自分の母親ですか、はい、誰好きだったんですかね。いや、ほとんど口聞いたことがないんですよ。そんなことないと。お父様は？父親ともほとんど口を聞いたことがなくて、まあもう小さい時に離れ離れになっちゃったんで、両親とは。だからあまり会話をした記憶がないですね。父親は、うん、僕に、まあ、覚醒剤はやらないようにっていうふうに言われた記憶だけはありますけどね。それだけは守って今のところやらないで過ごしてますけどね。息子が可愛かったんでしょうね。どうですかね、あんま可愛い可愛いとかなでなでとかされなかったですね。あ、どっちにも、どっちにも、うん。あ、そうですか。だから寂しがりなのかもしれないですね。そうか、はい。抱擁されたかったんですね。あ、抱擁されたですね。あの、抱擁希望です、はい。じゃあ皆さん、南雲さん抱擁希望だそう。ぜひぜひ抱擁してほしいなというふうに思いますが。はい、はい。じゃあここで、メールをじゃあご紹介しましょうかね。はい。はい。こちらはですね、田中、失礼しました。はい。ラジオネーム。ラジオネーム。ミラノさん。ミラノさん。はい。音楽が、音楽やスポーツ、ヨーロッパが大好きな私です。ヨーロッパ。ひとみちゃん行ったことありますか？ないんです。ない。ね。お二人に質問です。行きたい海外はどちらですか？ということです。
まあ、行きたい会たくさんいろんな国ありますね。先日オリンピックとかやってましたけど、開会式見ててもういい加減ねえ、なんでこんな長いことやってんだっていうぐらいたくさんの国の人が更新してましたけど、ひとみちゃんどこ？あ、やっぱりヨーロッパに行きたいです。ヨーロッパっていろんな国があるじゃないですか、うん、ドイツとかイタリアとか。そうですね、うん、イタリア、イタリアがいいですか？あとイギリス、イギリス、うん、あ、イギリスに行きたいかな。イギリスに行きたい、はい、なぜ？なんかね、あのヨーロッパの街並みとか、うんうん、ね、まあ、イギリスとかイタリアですけど、うん、好きなんだと思いますね。多分、うん、どこに行きたいですか？どこ行きたいのかな。ふと今ずっとひとみちゃんがそれを読んでる間考えていたんですが、うんうん、まあ何か言わなきゃいけないだろうなと思って、エジプト。なんでですか？うん、エジプトでしたっけ、あのピラミッドがあるの、うんうん、なんかピラミッド見たいな、スフィンクスとか。ああ、はい、なるほど、思いました。エジプト素敵です、神秘的ですもんね。神秘的ですよね、歴史もありますからね、いいかなというふうに思います。はい、そうなんですね。皆さんもね、いろんな行ってみたいとこあると思いますけども、ね、ミラノさんもヨーロッパが好き、はい、ね、瞳はやっぱりイギリスが好きだし、ラクモさんはエジプトが好き、はい、だそうです、ね、いろいろこう旅行というか、ねね、出かけるときには当然、まあ、乗り物に乗ってね出かけたりするんですけど、ひとみちゃんはどんな乗り物お好きですか？あ、飛行機。飛行機と、はい、もう一つあるんですよね、船ちょっと名前ありましたね船と飛行機が好きなんですよねあ、そうです、そうですよね、イントネーションがね、どうしても名前っちゃうでも大丈夫です、これはね、日本中で流れてますからね、これが自然に感じるエリアの方もいらっしゃると思いますでは今日は船と飛行機にちなんだ謎々を皆様にお出ししたいと思います。はい、船と飛行機はどちらが先に出発するしますか？はい、船と飛行機はどちらが先に出発しますかという問題でございます。はい、はい、ディレクターマリさん、そしてラジオの前の皆様、考えてください。では一曲お届けしましょう。ガス灯が滲んだ夜、どうぞ。はい、聞いてください。時代についてゆけずに、肩で風切りやさくれた時、青い瞳のあなたに会った、偽りのないたくな優しさ、涙で霞む街の明かりが、失敗ばかり
さあ、聞いていただきました、はい、ガストが滲んだ夜でございます、このねガストが滲んだ夜という歌はひとみちゃんが主演しています朗読劇 CD、はい、クラーク博士とスープカレーの主題歌にもなっております。こちら8月30日、はい、発売予定でございますので乞うご期待です、はい、では、はい、船と飛行機、どちらが先に出発しますかという謎などでしたけども、これは二択ですからね。そうですね、はい、どっちか言ったもん勝ちかもしれませんけれども、ディレクターは分かりましたか？飛行機。飛行機という答えでございます。ではマリさんはどっちにしますか？飛行機。ああそうか。さあ正解はひとみちゃんどうでしょう？そうか。はい。これは。これは。当たりですね。当たり。あすいません。飛行機が正解なんですね。飛行機が。正解じゃないみたいなリアクションしましたけど、これはなぜなんですか？違う、ちょっとすいません。実はですね。寂しがり屋だからですか？寂しがり屋だからです。なるほど、なるほど。はい。気を引こうとしたわけですね。そうですね。さあ、これはなぜなんでしょうか？なぜ飛行機なんでしょう？マリさんはどう思われて？フライング。なるほど、そうさすがですね。ちなみにディレクターはなぜ？船は出航だから出発しないということですか？さすがですね。皆さんアカデミックでございます。でも模範解答はこうです。はい。はい、航海先に立たず。なので、お船は先に行かない。飛行機だと。でもフライングも素敵ですね。いいですね。これも正解ということにしたいと思いますけどね。はい。素晴らしい。フライング、まさに英語ですね。はい。では、本日の株式会社ナウンドからのリスナーの皆様へのプレゼントの本は、平川唯一のファミリーイングリッシュ、カムカムエブリバディという本でございます。2021年の後期朝の連続テレビ小説、カムカムエブリバディというのがね、放送されるんですけど、これは、まあ、かなり昔ですね、昭和の初期ぐらいですかね、平川唯一さんという NHK のアナウンサーが英会話の番組をやっていて、まあ、その時のものを、まあ、放送するんですけれども、その平川唯一役をやるのがさだまさしさん。こちらの本もさだまさしさん、石原慎太郎さん推薦でございます。こちらの本を5名の方にプレゼントしたいと思います。そして番組からは、はい、可愛らしいトートバッグを1名の方に差し上げたいと思います。はい、では宛先のメールアドレスお願いします。はい、mail@775fm.com、mail@775fm.com までメールをくださいね。お待ちしております。はい、はい、それでは江中ひとみと語ろうでございますけど、最近自分の目が悪くなったのかもしれないですけど、残り時間ってもうあと5分なんですね、ディレクターということでございます。はい、じゃあBGM が流れてまいりました。涙のアロハオエ、夏はハワイアンでございますからね。はい、その涙について、涙について、そうですね、はい、涙はですね、自律神経が強く結びついていて、感情によって交感神経が涙、涙腺ですかね、涙腺に刺激されて涙が流れるんですね。よく年を取ると涙腺が緩くなるなんていうことを言いますけども、そうですね、これは事実なんですか？それもありますね。ありますか。でなぜ涙が出るのって思うんですが、感情による刺激で涙を流した時とか、あとストレスを抱えた時も涙が流れる。どうして私ばっかりこんなにたくさん仕事があるのみたいにね、泣きたくなる時もありますしね。ひとみちゃんも歌っててなんか泣いちゃう時ありますよね。だから感情移入というか、歌詞がね、思いっきり心に入ると泣きますね。じゃああんまりそう感情入れすぎないようにひょうひょうと淡々と歌った方がいいのかもしれないですけどね。よく会ってくださいとか、夢色ロケット、はい、あとはいちご街道思い出つぶつぶ歌うと泣きますね。もうひとみちゃんに何かこうね、涙腺を緩ませるキーワードが入ってるのかもしれないですね、歌詞にね。ねえ、そうですね。で、南雲さんはよく泣かれますか？よく泣きますね。どんな時に、はい、大体ほぼなんだろうな、
感動した時、なんか美味しいモンブランを食べて泣いたりとか、美味しいたい焼きを食べて泣いたりとか、ひとみちゃんに会って泣いたりとか、もうそんな感じですかね。そうなんですね、はい、結構泣きますもんね。そうですね、泣き虫ですよね。あの涙の成分っていうのは血液とほぼ同じで、血が流れてるのか。目の乾燥をね。マジか、ちょっとそれ怖いよね。ひとみちゃんなんか目から出てるよっつってね、血液だったりするとね。成分がなんか同じらしくって、はい、目の乾燥を防いだり、ゴミやホコリそれを流したり、玉ねぎの成分が目に入ったりするときに出る涙はこのような刺激から守るために流れてくるんだそうですね。よく目薬なんかもね、涙成分と同じとかって書いてあるのあるよね。 ありません、うん、私それを結構つけそれを使ってるんですね。乾いたりします、ね、ドライアイとかね、そういう人はね涙が足りないんですもんね。そうですね、うん、でもね泣くことはとてもいいことでですね。はい、いいんですね。そうですね、はい、やはりこうストレスを溜めていると、盛りがつくと猫なんかいつも泣いてますよね。そっちの泣くみゃーね。確かに確かにそうですね、うんうん、こうストレスを抱えたままでいると、はい、やはりその心もね神経も乱れるので、うん、涙を流すことによってすっきりするっていうか、そういうことがあるそうですよ。まあ泣きたい時は泣けよとかね、そう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 、俺の胸で泣けよとか、そういう感じですね。そうですね、はい、やっぱりこう感情コントロールするのに涙はやっぱり必要なんだそうです、うん、こう目にゴミが入った時以外にもね、心のバランス、泣くことによってその悲しさだったりとか、うんうんうん、なんかいろんなものをまあ中和させるというか、うんうん、均衡な気持ちにさせる。そうですね、うん、だから泣きたい時はね、一人になった時は大いに泣いた方がいいんだそうです。みんなじゃあ我慢しなくてもいいんですね。そうです、はい、男の人はやっぱり泣くのがこうあれです、恥ずかしいとか思うものですか。まあそうですよね、山の線でみんな泣いてたらねキモいですよね。あまり男性の方泣かないですもんね。まあ女性もそうそう泣かないと思いますけど。まあラジオ聞きながらね、皆さんね泣かない、泣かない、そうですか。人前では絶対泣かないわ、ね、みたいなタイプの人いますもん ね、でも一人の時はね、うん、泣けんで、うん、泣き叫んでもいいし、はい、泣いてねすっきりしてください、はいね、泣き叫ぶということで、はい、8月26日の花と宝石をそろそろ言わないといけない時間になりました、ね、はい、はい、お花は系統、系統、野球でピッチャー変わること系統とか言いますよね。お石はアメトリン、うん、アメトリン、アメトリン、はい、この日にお生まれになった方の性格です。勤勉で仕事熱心、何事に対しても計画的で几帳面な真面目な方、周囲の人にも調和を考えるとても賢い方だそうです。はい、では次回のマイラッキーチャームまで、 See you!